タノンビダヤは、太陽国の政治家、経営学博士、財務大臣や、商務大臣、タイ国際航空会長、タイ軍人銀行頭取、アサンプション大学経営大学院院長などを歴任した。極日大受賞受賞、太陽国スパンブリー県の貧しい家に生まれる。国費外国人留学生制度で日本に留学し、 1970年、横浜国立大学経済学部卒業。宮崎義和などに指示。その後、フォード財団奨学金を得て、ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院に留学し、1971年ノースウェスタン大学経済学修士。1973年世界銀行研究院。1978年ノースウェスタン大学経営学博士。 国立発展行政大学院ビジネススクール、准教授。2004年横浜国立大学名誉博士。1997年に、アジア通貨危機が発生すると、太陽国財務大臣に就任し、バーツの変動相場制への移行を行った。2001年太陽国商工会議所代表、太陽国内閣経済顧問審議会副委員長。 大王国国家社会経済開発審議会委員長。2002年大国際航空会長。2004年旭日大受賞受賞。2005年大王国商務大臣。同年財務大臣。2007年、リークアンユー公共政策学院客員教授。横浜国立大学客員教授。アジア開発銀行研究所客員研究員。2008年シナワトラ大学客員教授。 アサンプション大学経営大学院院長、長、対軍人銀行頭取、対国立開発行政研究院名誉教授等も歴任した。ありがとうございます。